37個目にしてやっとガチャガチャった。このアバターのくじみたいなやつ、ね、こう本当はキュッてする予定、もうちょっと。こうちゃん傘ありがとう。あ、てるてるボーイズもありがとう。ハラハラ歌うとさ最高。必要だな、ハラ行くんだ最高。TikTok 見た、ありがとう。コメントもしたね、ハートもしたね、フォローもしたね。うるし屋さん傘ありがとう。今日のマイハチめっちゃ可愛いです、いつもな。今日もね何このだるがらみハッチガチだった。おお素晴らしい。温泉のお風呂上がりみたいな髪型。あ、ここにお団子があるんかと思った。こっちあった。キュッてやりたいんだけど、ここつなげた。ありがとう。コウムが欲しいね。どっかにあるんよね。どこにあるんだっけ。化粧ポーチかどっか。あとでやろう。ピッピッて。まあいいや。
よろしくね。8、9、10です。8部と9部完売です。ありがとうございます。ただ今日のそうなんかそうなんていうっけサーバーが混雑してたみたいで、午前中の方にその本人確認とかができないっていうのがあったらしくって、なんか時間が変わったとかちょっとよくわからないけど、ちょっと今日来てくれる方はその時間の変更とかちょっと見てみるわ。チェックしてもらったら嬉しいんだけど、オンラインお話し会開始終了の変更について、あ、でも8時間目からは多分変更がないのかな。7時間目まで変更って書いてある。8時間目からはないっぽいので、まあ大丈夫だと思います。待ってまーす。 GM さんバレンありがとう。あと直接会ってお話ができるお話し会の受付、関西会場関東会場が今日の23時59分とかまでだったので、まだ申し込んでないべって、夕方とかもうちょっと申し込もうかとか思ってくれる方はね、ぜひ来てください。シリアルコードを打つのが大変で、ちょっと時間がかかってしまうと思いますので、できるだけ早めにねやっていただけたら嬉しいです。まあこう一個入力したら全部やってくれるわけじゃなくて、そのお話し会一個一個にシリアルコードがついてて、それをポチポチしなきゃいけない一個ずつ、大変みたいなので、すいませんが頑張ってください。ゆうじさん傘ありがとう。あげたの回数は本当にやったー、嬉しい。広島暑くないの？暑いでしょ、わかんないけど日本だし。でもこれもあれでさ、やっぱ慣れってすごいよね。北海道の人とかがさ、寒さってもう異次元の寒さやん、こっちからしてみたら。こっちは雪も積もらんし、あんまり降ることもないけど、もう北海道の人たちはさ、すごい寒い。逆にこっち全然あったかいやんみたいないうレベル。
やけん、まあちょっと沖縄の人が言う広島は暑くないのはもしかしたら暑くないかもしれない。まあでもこちらが感じてる分には多分まあ十分暑いと思う。扇風機はないんだろ。あ、マサのうちはまだ扇風機つけてないよ。扇風機、扇風機しかついてない。エアコンはまだつけてない。エアコンなくてもね結構生きていけるよね。まつげ本気出してるで。あ、本当な。マスカラがなくてね。カスカスの状態で頑張って塗ってた。ちょっと新しいの買わなきゃ。髪が揺れてるのは扇風機だよ。扇風機の風でまず十分。今日お肌いい感じ。いや、お肌がいい日はないっすね。サーキュレーターって何？クマさん背もたれにする。送風機みたいな。あ、なるほどね。ばっかり全部クマや。パーカー、あのお話し会の直前だけパーカー着るとか、あの半袖着てお話し会の直前でパーカー上から着て終わって脱ぐどう？あれら全部完了した。おお、ありがとう。マハだけやんな、もちろん。
モバイルファン、あ、こういうやつなんかニュースでさ、すごい首からかけるっていうか、この辺で回る扇風機が急にボーンって爆発するニュースやってたよ。なんかあんまり落としたり衝撃加えたら良くないって言ってた。気をつけて。なんか衝撃に弱いらしくって、だからあんまり刺激を与えないように、なんか落としたりとかあんまりしないでって書いてあったよ。書いてあったというか言ってた。衝撃的な爆発だと。あ、なんかマネキンで実験してたのを見た。あのなんだっけ、 TikTok のニュース。もう最近ね TikTok でニュースが見れる、本当に便利な時代よ。ニュース番組とかもさ、めっちゃ TikTok 始めとる。それで情報を収集してる。この木何の木、気になる木、なんとかかんとか木だから、今日も元気に行ってみようみたいな。この木何の木、気になる木まで知らないんだけど、ティータン可愛い、ありがとう。なんで知ってるの？なんかコマーシャルなかったっけ？この沖縄の危険な沖みたいな。わかります。名前も知らない気ですからみたいなやつね。昔やってたよね。いや最近は分からん、ちょっとテレビ見てなくて。小学生の時ねよく見てた。野に咲く花のように、いやなんか違うな。のんちゃんのキャッチフレーズの原点。最近作曲者が亡くなってよくかかってた。あ、そうなんだ。の何作？あ、違うわ。この木何の木？それ知らんかった。
上の子が。テレビちょっと見てるよ。この前はアマゾンプライムでスタンドバイミードラえもん見た。あんまりちょっと見ないかあ、ゴーアップ見る。ゴーアップ広島のゴーアップホームテレビだっけ見てるよ。あれよく見る。アズサーチ見てる。ニュースは TikTok とか Twitter かな基本。ライジンがトレンドに入ってるよで情報収集をしてる。あ、トレンドに森下くんって入ってる。絶対カープの選手ほんまだった。こういうところからですね。大体あ、でもたまにね、ヒルナンデスとかね見る。あのまあ基本テレビがさ自分の部屋にないから見ないんだけど、そう。コープは島根でも流れる。ほんまにすごすぎょいや。今スマホだね。だいたい、まあスマホなんかさ、よっぽどのやつとかっていうか、ゴーアップ情報番組だから結構そのニュース系はそこで見てるかも。か朝は ZIP とか流れてる。スッキリとかね。ママがだいたいテレビずっとつけてるから、その夜ご飯の時間とかそういう時に見てるかな。基本自分の部屋にいるとテレビはないから、あのスマホですね。いやでもね、TikTok とかにニュースの人たち、ニュース番組が入ってて、あ、すごいいい時代だなって思った。いや、本当に最近の人ってテレビ見ないじゃん。でも、TikTok で流れてきたら見るんですよ。すごいいい傾向だなと思った。世の中のことをさ、こう、楽しく知れるじゃん。いいよね。知らなきゃいけないこととか流れてくるからいいですね。 TikTok ニュースは勝手になんか、そう、なんかおすすめ
欄とかに出てくるね結構。結構良いですよ。夕方コナン見て日曜日は千葉まる子ちゃん会社です。いやなんかサザエさんがさ日曜日にやってるのは普通だったわ。ん？ドラえもんか土曜日にやってんの不思議だよね。なんかなんか前はさ小学生の頃ダンスやっててさ、なんかドラえもん何時からだっけ昔6時とか7時半とかからでさ、前はのやってたダンス始まるの夕方の5時からで、なんか全然見れなかったからさ、なんか見れてももう終わるみたいなもう終わるわみたいな時間とか。もうそれで結構ドラえもん好きだからちょっとね寂しかったねドラえもん不足アタック25って、あ待って、アミさんありがとう。バルーンあのあれかフォン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 のやつね。めっちゃズイッツのマイハちゃん好きすぎて何か言ってます。嘘ー本当に本当ですか、ありがとう。色変わるやつこの前おばあちゃんちで映ってた。え、あれまだやってたんだって。前はさ昔よくなんか見てた、全く一緒に答えようと思っても分からんあのやつね。あれあれってもう何年やってるんだろうね。あの前はあれよく見てたんだけど、まあ、よくは見てないけどあの答え間違えたら椅子回るやつめっちゃ。世界旅行みたいなタイムショック、あれはやってないの。もうファイナルアンサーのやつだよね。ん違うかな。ユージさんハートありがとう。なんかちょっとクイズ番組いっぱいあるよね。なんかなんとかないん、ネプリーグとか、クリームシチューさんのなんとかないあ、ミリオネア、それがファイナルアンサーや。で、最近だとさ99人の壁、あ、ミラクル9、そうそれね、ミラクル9面白いよね。なんか小学生の問題とか出してくれるとさ家族でもなんかできるやん。その森下家結構家族みんなでクイズ大会やってた
小学生だってってやってましたね。大谷静香さんのイメージがある。めちゃめちゃ確かにバラエティ、あ、バラエティ好きですよ私。夜中に跳ねるの扉見てた記憶がある。なんかね、夜中にはちょっと基本的には多分見れないんだけど、起きてないから。たまに夜中に目が覚めたりして、あのリビングに降りた時にパパと一緒に跳ねるの扉見てた記憶がある。でも違うかもしれない。レギュラーに上がってから見たのか深夜時代に見てたのかはちょっと覚えてないんだけど、見てたのは覚えてる。最近面白くて、あ、そう、キリギリスとか、あとお寿司のやつ、ぐるぐる回されるやつとか、ほぼ100円ショップ、とか、好きだったね。しかもなんかさ、たまに寝れなくてリビングに降りた時についてる面白い番組がより面白かったね。99年の壁、山口あんまり置いておいてない。え、そうなの？私どうすればいい。跳ねるの扉何やってたんやろ、調べてみよう。そりゃ忙しい。あんたた、あ、銀河鉄道のやつ、なんとかなんとかかんとかリンリンみたいな。あれあれね、放送2001年からやってた、私が生まれる前なんだけど。2005年からゴールデンタイムだから、私が見せたのはゴールデンタイムだ。あの銀河鉄道のやつはあれだよね、リモコン、リモートコントローラーみたいな、その略語のやつをこう正式名称に直して言うみたいな。めちゃイケは見てなかったんよ前は。多分見てたかな、いや見てなかったと思うな。出演者そう、いや、またやってほしい。跳ね飛び面白い。あの滑り台めっちゃこう
キリギリスのやつ。あのさ、私でもね、私の世代は何なんだろうね。何見てたっけ。何見てたんだろう。え、跳ねるの扉の短縮鉄道の夜って DS のソフトになってたの。すげえ。私ね、お笑い番組とか好きなんですよ。あのしゃべくり7とか大好き。これなんて読むんだろう。よしま、え、絶対違うな。アイスありがとう。しゃべくり7めちゃめちゃ好き。笑ってはいけない24時も超好き。お笑いは好きですよ。あれとか好き。あれ。なんだっけ。吉本新喜劇とかも好き。お笑いっていうか、お笑い芸人さんがやってるバラエティ番組とか結構好きかも。やっぱね、しゃべくり7すごいよ。あれなんかプロ集団って感じがする。お笑いのあれほんまに好きやね。私有吉の壁さあ、ピポーン、いや、なんかね、本当にお笑いが好きで愛してる感じがいいよね。めちゃめちゃ好き。めっちゃいい。しゃべくり7は将来的に出たいよね、いつか。いやー、あの方たちとおしゃべりするってめちゃめちゃ楽しいと思う。同級生が芸人遊び、あ、本当に。なんかあの番組って終始すごいみんな楽しそうなところがいいよね。ゲストの人も出てる自分たちも楽しそうなのが見てて楽しいなって思う。そういうのいいね。あとすごい面白い、イッテ Q はね見てなかったんよ私。なんか小学校の時とかイッテ Q の話題すごい、もういつもイッテ Q 見たみたいな。マハはずっとイッテ Q ってなんだ、イッテ Q ってなんだって思って、そんなに言うならって思って見たかもしれない。
多分イッテ Q の時間帯じゃない、多分マイハがダンス行ってた時間帯とかだったら多分見れてない。いやでも日曜日だよとか言われたら日曜日ですよって言われたらちょっと、おそっか、あ日曜日でしたね日曜日なんかーい。いや多分ね家族でちょっと団らんしてた、サザエさん見てたかもしれない言い訳。いやでもシンキング券出るとしたら自信あるないですあのこのタイミングでこれを言ってくださいっていうのがあるなら全多分まあ100歩譲っても出れるかもしれんけど、やっぱ日頃からそういうノリで生きとらんとやっぱ難しいよね、ああいうのってね。見てるのはめっちゃ好き、面白いし、やっぱね、うん、イッテ Q はあの妹さんがお化けかヘビかワニあたりのやつとかちょっと見てたかも。ママはねドラマが好きですね。ママは基本的にお笑いが好きじゃなかったもともと。いつもママドラマ見よる韓国ドラマはね、見ないね。青森で漫才してほしい。いやーどうだろう、お笑いだったらミューミューの方ができそう、なんか容赦なくなんか葵ちゃんってお姉ちゃんみたいな感じなんですよ。ありがとう、久しぶりに見た白玉。あなんか日頃の会話がもうなんかお笑いみたいな変なこと言ってどっちかが突っ込んでハハハハみたいな二人で笑ってるみたいなイメージがつくけど、葵ちゃんとお笑いって言われるとイメージがつかない。 DJ マシさんタコありがとう、ゆうじさん
バラありがとう。コアエッジ傘ありがとう。葵ちゃんとか突っ込んだ後にフンって言いそうやん。知らんけどフンって言いそう。これ葵ちゃんの口癖、知らんけどフン。マイハの口癖はまあいいや、が口癖。そう、ふんまでがセット。鼻で笑う、なんかでも最近やめてるらしい。寂しい、葵ちゃんのふんが聞けなくて。葵ちゃん真面目やから。それは違うやろ、知らんけど。クーカちゃんがする、違う、なんか この前クーカとさ、めちゃくちゃ2人で話してたんだけど、なんかクーカがぶりっこするイメージがつかないみたいな、あざとい空間が想像できないよねみたいな話をしてたの。いや、なんかじゃあもしその、まあ、旦那さんとかできたとして、その頑張ってご飯を作ってみたっていう設定にしたとして、多分今の空間だったら、え、ご飯作ってみたいんやけどって、なんか言いそうみたいな、そういう話をしてたんや。なんか今の空間だとこう言うよねみたいな、マイハが空間の真似をした時に、なんかイントネーションとか喋り方って結構特徴があって、なんかめっちゃ人の真似しとるけど、クーカちゃん結構特徴あるじゃないですか。クーカ本人に「うわ、わかるー言いそう」って言われて、なんか将来そのあざとくなってほしいわみたいな、あざといクーカちゃんを見てみたいわってだあざとい子とかやったらさ、今日頑張ってご飯作ったんだけどみたいな、食べて食べてみたいな、クーカは絶対多分先に電話で確認するよね、今日ご飯いる？ってなんか、あ、どっちでもいいけど、いるんやったら作るけど。絶対そうやんって。でなんか将来あざとくな、なろうねって。いうちょっとよくわからない話をした。でもなんかあざとくなるって言ってもその20代の話、20代とかであざといクーカちゃんちょっとなってほしいなと思って、なんかあざとく、あざとい人になってみたかったみたいな会話から始まったんよ。
まあ確かにクーカちゃんやったらご飯作ったんやけどいるやもんなみたいな。おもろい。でも私も昔はあざとかったよ。ああ面白い。そんな話をしてました。そういえばなんでそんな話になった。あ、クーカちゃんとお笑いの話か。いや、クーカちゃんとお笑い結構面白いと思う。クーカちゃんお笑いやってみてほしい一回。絶対面白い。あのちょっと陽キャっていうかめちゃめちゃ弾けてるパワフル系の人と一緒にやってほしい。なぜかクーカがボケっていうのやってほしい。よし終わるか。ありがとうみんな。なんかソロとグループ両方でやってほしい。なんか YouTube とかもなんかソロとグループと両方でやってほしいな。めっちゃ言ったもん空間に。ね、ソロでやるときはモノマネめっちゃええやん。クーカめっちゃ好きなんよほんまに。じゃあ今日お話し会なんで皆さんよろしく。直接会えるお話し会の受付今日までなんでぜひぜひ待ってます。夜配信ありません。それではランキング読みます。13位ゆうさんありがとう。12位ダイナソー。明日一瞬だけ姿を現すとか現さないとかまた会いましょう。ありがとう。11位はトップ。お団子部屋かわいいね。お話し会楽しみにしてます。待ってます。11位たん今日の髪型もめっちゃいい。かわいい。配信ありがとう。こちらこそ。9位ゆうじさんお話し会ありがとう。今日のお話し会も楽しんでね。髪をまとめたらヘイズムージュにかわいい。本当に嬉しいな。好評だ。やったー。マイハチうずしおさんありがとう。最近来てくれますね。嬉しい。7位ひさしありがとう。6位みかんちゃん。マイハチのお団子かわいい。嬉しい。あーざーす。5位マイハチのマークの昼配信ありがとう。親はマイハの代わりにアーリーそこを見てるのでマイハお話し会楽しんでね。今日も超絶かわいいマイハにキュンです。ありがとう。4位コマメッチありがとう。3位はリカちゃんありがとう。2位は読めんかな、よ、呼びしまさん。呼びしまさん、そんななんかそんなかっこいい名前でそんな日本人みたいな名前のことあるかね。第1位は DD マスさんありがとう。ありがとうございます。ということでお話し会よろしくね。あ、行きます。今日という日が皆さんにとって素敵な一日となりますように。せーの、8では、ではなんだなんか、あ、そしたらギフトコメントカウント星投げありがとうございました。またね。せー